もちろんね、そのフリーメイソン決定に言うても、まあ、それを防ぐ方法はあるけど、それは、まあ、カルト宗教独特の奇妙な念波、奇妙な周波数、あれを一切ピタッと止めたら、誰もシナリオを演じなくなる、実は。まあ、ケムトレイルもそうですよ。第一、あれ、ケムトレイル、コロナウイルスよ。COVID-19 かどうか別として。別の種類のコロナウイルスのはずやな、あれ。ケムトレイルの、まあ、COVID-19 じゃなかったはずだけど、別のコロナタイプ。多分、セプタが刺さってない。要するに、何も刺さってないタイプのコロナのはずやな。ケムトレイルは。じゃあ、その後に、コロナに刺さるタイプの膜だけで十分やから。だから、セプタ、インセプタコロナ、要するに COVID-19、刺さった状態のものをばらまくの大変で。まあそういった知恵は、知恵づけは、RGH っていうか、それはオウム真理教関係からアメリカがね、出てたはずや。ね、まあ、上位今どこにおるかって言うとさ、ニューヨークとかワシントン可能性あるね。あるいはヒューストンとかニューオーリンとか。あのに上位は今おる可能性はあるね。で、要するに CIA やの、上位って、実は。初公開、初リーク。で、まあ、それはそれとして、まあ、天皇家抹殺っていうのも決まってたから。で、今回もまたうちの聖典がしようってやろう。もう確定っていうかもう、変更できへんねん、天皇家抹殺を。実はね。なんでかってうちのおじいちゃんの時に、第二次世界大戦の時に、もう天皇家も廃止できたし、実はあのタイミングで。あるいは、その明治維新の時、あのタイミングでも、あれも大津の戦争関わってるから。あのタイミングでも天皇家廃止できて。せやけど、うちが生まれるまで、まあうちが成人するまで待とう。今50歳だけどね。っていうことに決まって。国際会議の裏会議で決まって。日本の首脳陣も知ってる話。この決定は覆されへんねん、実は。覆されないともっと早抹殺しとかなあかんかったやんって。早抹殺しとけば、第二次世界大戦なかったやん。ってことになるよ。そうやねんで。あの時、もっと早めに抹殺しとけば、第二次世界大戦なかったんから。その後の経済敗戦もなかったんから。ん？第二次世界大戦は経済敗戦が日本にあったのは、天皇家を延命させてからやんか。それなんでかって。あ、まあ、要するにうちが成人するまで天皇家の処分を待てっていう決定が下ったからやねんけど、やっぱり性転換しようやったろ、うちのことを。ね？しかも延々創価学会使って嫌がらせやる。もう天皇家抹殺決定決まったことやねん。早く天皇家処刑しなさい。